ークの人はレベチで似てた、同じだった、似てるっていうか。この中で一番可愛いのは誰ですか。あれやばいよね、マジで。でで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 でうすさんゲメンバーシップギフト配るとかできるの？あ、できるわ。うちがメンバーシップギフト配るのできるけど、うちがメンバーシップギフト配って運営に怒られたらめんどくさいからメンバーシップギフト配らない。前思っやったこやろうかなって思ったことあったんだよね、一回だけ。わかんない、こういうなんかお金が絡む問題と配信が絡む問題、運営の許可ないとうち動けない人間だから、怒られたら嫌だから。怒られるの？いや怒られないと思うけど、やった後に怒られたらめんどいやん。そう、しかもさ、うちさ一応先輩なの、 V スポの中でも。だからちょっと示しつかんことやらないようにしないとなみたいな意識は一応あるから、一応ね。レイさんメンバー取るかありがとう、ありがとうございます。なんか後輩の前でさ運営に怒られたらさ恥ずかしいじゃん、恥ずかしくないとか思うとね、恥ずいから、恥ずいからね、一応確認みたいな感じの人間にはなってる。一応確認人間。昔はこんなんじゃなかったのに変わっちまったわ、うちも。何やるにも一旦確認してるもん、割と。V スポの運営ってあまり表に出てこない印象。え、そうかな？普通にめちゃめちゃつぶやいてるよ、おじさん構文みたいな感じで。めっちゃツイッターしてるで、うちの運営。ギャルおじさんって感じ。運営のツイッターの更新多すぎて運営のことフォローしてないもん。フォローしてないの、してない。公式はフォローしてるけど、あの運営の個人アカウントはフォローしてない。最近少ない。あ、そうなの。忙しいのかもね。めっちゃいい人だよ。めっちゃいい人だし、めっちゃ頭いいし、めっちゃお金持ちだからいつもお金狙ってる。で、会う時はもう怒ってもらってる。これも食べたいなみたいな。そう、小じきのウルハ。あれも食べたいな、これも食べたいなって。パパ活、運活してる。それは先輩として示しつくの。いやだってあれだから、運営さんと会うときは割と1対1とかだから、面談だから大丈夫。後輩に見られてない。だってうちは後輩におごってるから、運営さんはうちにおごってくれんのよ。後輩は運営におごるのかな、おごらないでしょ。普通にあざーすって感じだけどね。前とかももううちはマジでちょっとメンバーと合わなすぎて、あの前が前すぎてちょっとそれも恥ずかしいんだけど、すごい前にメンバーと運営さんとご飯行ったとき、あれかな、やばい、名前忘れた。なんとかなんとかの物語のやつ。やばい、これうちが忘れたらやばくね？ちょっと待って、0.2 秒の物語だっけ？の時に、まあ朝から夜ぐらいまでずっと収録で、で、クソ腹減ってみんなで終わった後に、で、ご飯行きましょうかってなって、運営持ちって分かってるからみんな食いまくってて、自由に。高い店で。で、あざーすみたいな感じで店出るみたいな。そう、食べ放題。運営さんってダンディ？いや、ダンディよりはイケオジって感じだと思う。あの前、最近はそんなことないかもしれないけど、1年前ぐらいに面談した時は、あのサングラスをおでこにかけてた、頭の上に。そう、ハワイ行ってそんな感じ、サーファーみたいな感じ。なんか嫌な印象持ちたくないから考えるのやめとこっと。嫌な印象持つ今ので。めっちゃいい人だよ、めちゃめちゃいい人だよ。だって誰も辞めてないじゃん、こんなって言ったら申し訳ないけど、メンバーのこと。まあこんな社会不適合者集団みたいな、自由で。そう、運営が優しくていい人じゃなかったらもうやばいよ多分。動物園になってた。そう、成人。ウィスポメンさん今何人ぐらいの？え、何人いるんだろう、わかんない、わからん。何人いるか全然把握してない。うちが関わりある運営は3人ぐらい、4人かな、ギリ4人。1人あんまりそんなに話さないけど、いつも話すのは多分運営に2か3の人かな。結構マネージャー業みたいな、マネージャー業みたいなことをやってくれてる運営さんが一番話すかな。なずちゃんがのせのさんに声似てる女性スタッフいるっつってのは、あ、いる、うちに声めっちゃ似てる人いる。てか、あの一応さ、運営さんが入ってくるとき、新しいスタッフさんみたいな入ってくるときになんか挨拶してくれるんだけど、その女性スタッフの挨拶が、こんにちは、一ノ瀬ゆるはです、よろしくお願いしますって入ってきた。でその時寝起きでさ、ボケーってしてたから、
うちの動画流してんのかと思って最初びっくりした。え、なんでうちの動画流してんのって思ったら、うちに声寄せてるだけだった。のせさんに似てる人世の中多すぎん。え、うちの声別に特徴的じゃないからね、いると思うよ。似てるっていうのは声似てる人は多いと思うけど、話し方はさ、人それぞれみんな特徴あるじゃん、声の抜け方とか。それがあのタートルトークの人はレベチで似てた、同じだった、似てるっていうか。質問なんだ。この中で一番可愛いのは誰ですか？え、この中でってのはこの全員のこと？部屋の中で。おー、わかんない。あれやばいよね、マジで。うちさうちさ、配信者さんにさ、裏でさ、あの隠してたら申し訳ないんだけど、あのタートルトークの人ってウルハさんなの？みたいな、もしかして表で言えないの？みたいな、特定されちゃうからとかな感じ？みたいな言われてさ、いやマジで偽物っすよみたいな、偽物っていうか、まあ偽物もクソもないんだけど別人ですよみたいな、お互いにお互いのコピーみたいになってるから、外出るわけないだろ。いや別にディズニーぐらいはどっかで行くかもしれないだろ。別に最近行ってないけど、確かにうち昔は別にディズニー大好きで毎年行ってたからね。今日は裏でさ、なんかうるせえなみたいなこと言ってたらさ、うるせえ黙っとけみたいな言ったら、あ、これシャドープレートってツイッターあげますみたいな、一ノ瀬うるはさんに暴言吐かれましたってあげますって言われて、いいよあげたらみたいなって言ったらさ、一ノ瀬って裏でも表でも同じだから、こんなこと投稿されても燃えなそうだよねみたいな、同じすぎて何も衝撃を生まなそうみたいな。配信とかではさ、キャッキャしてて萌え声でとかでフフフみたいな感じだったら、なんかやばい一ノ瀬さんって裏ではこんなんなんだとかなりそうだけど、裏も表も同じだからよかったって安心したわ。逆に萌え声出せんのか、出せないけど、裏で優しい方が燃える。優しくないな、裏でも同じやな、全く同じやな、本当に同じだわ、完全な素ていうか作ってこれなのやばいもんね。いや作ってこれなのやばいもんねって何？作ってるかもしんないじゃん、キャラ立ちとか考えてるかもしれないじゃん。可愛い女の子はたくさんいるけど、暴言をたくさん吐いて等身大っぽい女の子ってあんまりいねえよなって思って、よし、じゃあこれからの VTuber の私の売りは等身大っぽい女の子でいこうみたいな感じかもしんないじゃん。萌え声聞きたい、山さんスーパーチットありがとう、出さないけどね。作ってるかもしれないじゃん、声だってさ、なんか特徴的じゃなくて、逆にどこにでもいそうな感じな声が逆にこう、何こうスッと耳に入ってくる心地の良さを醸し出すかもしれないなと思って狙ってやってる可能性だってあるじゃん。滑舌の悪さすぎ、うるせえな、日本語喋れや、日本語喋ってからコメント打てや。マジ声は老婆みたいな声かもしれない。なんでこういうなんかクソみたいなコメントばっかうちの目に入ってくんだろう。いいコメントが目に入ってほしいわ。聞くしょうもないコメントとさ、クソみたいなコメントばっか目に入ってくんだよな、ほんまに聞く。今日はですね、画面いっぱいにゴンザレスを書いていきたいと思います。一ノ瀬エルハです、よろしくお願いします。ゴンザレスはですね、まず頭は丸く書いて